最初から間もなく新年を迎えるにあたってくれぐれも皆様によろしく伝えてほしいとの伝言を預かっています。オーストラリアは九州地方と力強い関係を構築しており、両者間の貿易は現在100ドル、また1兆円近くに達しています。我が国は九州地方にとって LNG や石炭、ウラン、銅の重要供給国となっています。現福岡オーストラリアソロジカンは教育の振興にも力を入れており、とりわけ佐賀教育委員会が我が国における農業教育や研修に興味を示してくださった点を嬉しく思っています。政治や経済の強化だけでなく、より良い人的交流をとりわけ日本の小地域とオーストラリアの間に確立することが大切であると大使は強く信じています。佐賀県がですね、いろんなやっぱり、まあ、ここの地方の名物もありますし、だからこの県の、まあ、福岡教授にだから非常に近いですね。やっぱり、まあ、本当の日本の領海の経験とかそういうことはやりたい人が、まあ、ここに来て、やっぱり東京とか大阪に比べて値段がもう少し安くて、ね、すごいいい経験ができるんじゃないですかと思いますけどね。だから九州は観光としてはですね、非常にメリットがありますんで、オーストラリアはそれに対してはやっぱり、まあ、経験とか例えばマーケティングとかウェブマーケティングの知識もありますし、だからまあ九州側はそれに対して興味あるですね。もうぜひ我々がバックアップとか、ね、サポートすることができると思いますよ。そうですね。はい、本当今まではそうそう、鉄鉱石やウランをはじめ大きなものの行き来というのがあったし、九州からの自動車は行ってんのかな。サポートラジオ九州から出てます。やっぱりレクサス、まあ、レクサスここから出てる。ああ、レクサスここですね。はい。そういう、なんかお互いの物の行き来はあったんだと思うんで、はい、ぜひ人の行き来に、また質を高めていけると思います、はい。わざわざこうして来ていただいておられるので、我々もより一層力を入れていきたいと思います。ありがとうございます。